エドワード・ローリー・タータムは、アメリカ合衆国の遺伝学者。代謝過程に対する遺伝子による調節に関して研究し、ジョージ・ウェルズ・ビードルと共に1958年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。同年には、ジョシュア・レラ・バーグも受賞している。ビードルとタータムの実験では、赤パンカビに X 線を照射し、突然変異を起こさせた。 突然変異体は代謝経路上の特定の酵素が変異していた。1941年の実験で遺伝子と酵素反応は直接関連していることが分かって、1遺伝子1酵素説として知られるようになった。タータムは微生物の遺伝子の研究をはじめ、大腸菌のトリプトファン性合成の研究を行った。後に、タータムと学生のジョシア・レーダーバーグは、 大腸菌が遺伝的組み換えを通じて遺伝情報を共有することを示した。タータムはコロラド州ボルダーで生まれ、シカゴ大学に通った。1934年にはウィスコンシン大学から生科学の博士号を取得し、1937年よりスタンフォード大学でビードルらと働き始めた。その後1945年に、 イエール大学に移り、レーダーバーグラを指導した。1948年にスタンフォード大学に戻り、1957年にはロックフェラー研究所に移った。1953年レムセン賞受賞。彼はヘビースモーカーでニューヨークにて心不全と慢性肺気腫の合併症で亡くなった。ありがとうございます。